はい、今日はまた何なんですか。これですよ、エアステップ。それが今回アップデートされまして、こんだけ便利になったんだぞと。試し引き。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ということで、またフックアップさんにお邪魔しておりますけども、はい、お世話になってます。伊藤さんです。はい、どうも伊藤です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、はい、今日はまた何なんですか。はい、はい、今日はこれですよ。うん、これ。エアステップ。エアステップ、前やったじゃないですか、これ。そうなんですよ。前やってもらったんですけれども。ね、ボタンの少ない、まあ、スイッチの少ないマルチエフェクターとか、はい、うん、はい、あと、DAW ソフト、はい、ロジックとか、ね、あと、YouTube とか、これでこう操作して、ワイヤレスでいけて、はい、便利なやつじゃないですか、エアステップ。はい、はい、はい。それが、今回アップデートされまして、はい、それを紹介してほしいな。知ってます。知ってるんかい。知ってました。知ってましたね。各方面ざわざわしてたと思うんですけど、まあめちゃくちゃこうプリセットデータが増えた、はい、そうですね、増えた。で対応機種も増えた。増えた。何でもいけるじゃんと。そうですね。なんて賢いんだこの子はと。そうですね。いうざわざわがあったと思うんですよ。はい。特に、うん、アップデートの肝になってるのが今流行りのこれですよね。はい、もうセッティングバッチリになってますけど、あれは要するに、ね、はい、コンパクトアンプ、まあ、自宅用みたいな ね、うん、これにつながるようになったと。そう、これでかいですよね。そうですね。家でやっぱりこれ使ってて、うん、やっぱなんかね、こうポチポチとかやってたりとか、うん、アプリのね、その方でやってたりとか、ね、ギタリストたぶるもの、うん、足でガシガシ行きながら、ね、イエイって行きたかったのを、はい、これがあればなんと解決してくれてしまうと。できるようになったということで、どうやったらいいんですか、アップデートとかって。こいつ自体はその専用のアプリがあって、はいはいはい、それでアップデートすることができますし、うん、エアステップのコントローラー自体はそのアップストアとかでアップデートできるようになってます。あ、ね、うん、はい、あとまあこっちのアンプの方もアップデートしといて、うん、そうですね、最新のものにしといてもらって、うん、やると。で、うん、なんか結構またいろいろいるんですか、設定とか。いや、これはね、驚くことにね、全然出てこない。いや、もうすぐ終わっちゃうじゃないですか動画。まさかの試し引き史上最速の。電源入れてパチパチっとやれば、そうですね、もう設定完了と、うん、まさか、もうまあね、やってみますか。まさかね、そんな簡単にいくはずがないでしょうって。まあやってみましょうよ。そうですね。じゃあスパークの方から、スパークの方からちょっと入れてみますか、はい、こっちも人気のアンプですけれども、電源入れます。はい、こっちも入れます。で、アプリですよね。そうですね。これがエアステップとつながってて、はい、これプレセットがこういっぱいあると。そうですね。で、この中のスパーク、あ、1、2、3ありますね。3つも入ってると、うん、例えば1だったら、はい、まあ、この ABCD にそれぞれ音色がアサインされてる感じですかね、うん、そうですね、うん、で、スパークの2だったら、うん、ABC、うん、ここがドライブモジュレーションディレイになって、うん、チャンネル音色切り替えと、はい、なんかいろいろあるわけですね。そうですね、うん、音色切り替えたりとか、その単体のエフェクターのオンオフだったりとか、はい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 、まあ、いろんなパターンがあります、ね、じゃあそのスパーク1ちょっとやってみますね、はい、スパーク選んで、はい、はい、あ、これでいいのかな。え、これでいいのかな。これでいいのか、早くないですか。ちょっとまあ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 、これで、まあ、はい、ギター持ちます。持ちまして、でこれを押すと、ああ、できてる、できてる、あ、反応してる、反応してる、そっちから見えないかもしれないけど動いてますよと。だからちょっとこれでクリーンでしょ、いい音鳴ってますよ。鳴ってますね。で、これだけなんですけど、感動しますよね。そうですね。なるほどね。で、落ち。もう一個。ノリノリじゃないですか。っていう感じですよ ね、 そ、 ね、うん、それが全部足元でできるようになったと。
いやもう終わっちゃうじゃないですか。もう一個言っときましょうか、はい、じゃあスパーク2、スパーク2、はい、じゃあこれで音色はこれで切り替えられると、ああ切り替わってますね。でこれでですよ。はいはいはい、で今クリーンで鳴ってますよと、はい、でこれを押せばオーバードライブがかかると。まさか、まさか。やばった。でなんかコンパクトエフェクター感覚ですよね。そうですね。でこれがモジュレーション、かかったっていうことですね。はい、いや素晴らしいです ね。もうそれで終わっちゃうんですか。まあこっちも、あそうね、 THR もありますからやっていきましょう。これは結構クセモノじゃないですかね、うん、なんか前、うん、こちら専用アプリがあって そうそれとなんか裏技的にやるとつながるみたいな話はあったんですけど、今回それをすっ飛ばしてそうダイレクトになったっていうんですけれども、うん、本当かね。まあやってみましょう。じゃあちょっと切りまして、こっちもオンにすると。はい、じゃあちょっとオンにしていただいて、タッチトゥーコネクトってやつですね。そうですね。これでコネクトしました。で、THR がまた 1,2,3 あります。で、1だったら音色が切り替わるやつですね。A B C D E で。2だったら、あこれはコンプエフェクトエコー、またエフェクトが切り替えられるやつですね。THR1 で、うん、はい、もうこれでいけてるんですよね。いけてるはずですけどね。ちょっとじゃあ1、うん、はい、あいけてる。あ本当だ、あ切り替わってる、切り替わってますね。ちょっと音出しますね。クリーン、クリーンですね。クランチ、クランチ、あ、いい音だ。で、これディストーションしてるんですけど、なんかいい音なんで無駄に弾いちゃう。そういう回じゃないから、そういう回じゃないから。で次、はい、これリードなんですよ。できましたね。できちゃいましたね。嘘じゃなかった、嘘じゃなかった。もう終わっちゃいますよこれ。終わっちゃいましたね。だってもまあしょうがないですよ ね。これ以上ないですもんね、うん、まあこんだけ便利になったんだぞと。簡単、とりあえずもう電源入れてタッチツーコネクト、うん、でプリセットを選んだら、うんうん、そのままいけると。そうですね、なんかいろいろいるのかなと思った。そうなんですよ、うん、ぶっちゃけ、うん、スパークは結構簡単に何回も成功してるんですけど、うん、THR、うん、今日初めて成功した。あ、そうなんですね。それは何があったんですか。あ、こっちがアップデートされてる、アップデートされてなかったみたいで。だからこれね、確かにそのアップデート必要です、うん、パソコンと、うん、あの USB ケーブルでつないでアップデートするっていうのが必要なんで、うん、そこちょっとユーザーの皆さんちょっとチェックしていただければ、 そうですね、そこさえクリアすれば多分簡単に、うん、いくはずなんで、 そう、うん、そこだけちょっとチェックしておいてください、ね、ぐらいしかもう言うことない。ないです。ということで、はい、まあとりあえず便利になりましたよっていうことで、皆さんぜひ、はい、あの持ってらっしゃる方はそれチャレンジしていただいて、まだまだ使えない。で、まあ、持ってない方は、まあ、このね、うん、あのコンパクトアンプ持ってて、うん、これ導入してはいかがでしょうかっていう動画でした、ね、はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。概要欄にもね、はい、貼っておきますの で、ね、ぜひチェックしてみてください、はい、ではまた、バイバーイ。